この時間は日本対イラク、こちらをご覧いただきます。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。日本国国歌お聴きいただきます。日本がこの試合は 4-5-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。非常に中盤にトライアングルが作りやすいシステムですよね、はい、ボランチとオフェンシブハーフを中心に組み立てていく中で、相手ディフェンスを最後までいかに引っ張り出せるかですよね。数的有利な状況を作れればワントップを生かす形が作りやすくなりますよね、あとはそのトップがどういう役割を果たすかがポイントになってきますよね。日本のキックオフでスタート。日本対イラク、サイドを紹介します。向かって右側がイラク、左側が日本。こぼれてルーズボール、カズサイドへ、伊藤、さあコーナーキック。日本立ち上がりのコーナー重要ですからね。つながるか、いいボールだ。これは直接キーパーへ。イラクは開幕からここまで全勝という快挙を成し遂げています。北澤さん、次のマーケットで強化するところはあるのでしょうかね。まあお金があればね、補強したいところはどのチームも山ほどあるんじゃないでしょうかね、まあ、ただここまで全勝ということで、今のチームバランスを許さないことを第一優先に考えた方がいいと思いますけどね。なるほど。伊藤、右サイド上がっていく。右サイドから上がります。裏へ出るか。大きく前線に入れます。ここは通しません。エースを狙う。このパスを防ぎます。届くか、このボール。一気に前線へ。縦へ送る。浜田、裏へ届くか。中村、左サイド上がっていく。足元のクロス、大きく縦へ。さあカウンター、スピードを上げたいところ。素早いパスで攻め上がっていきます。裏を狙う。いいボールですね。ボールはクリア。ここで笛。前半が終わりました。前半0対0。さあ北澤さん、
前半振り返っていかがでしょう。日本としては今はまだ0-0なんですけど、内容はあまり良くなかったんですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないですよね。日本対イラク0-0のまま折り返します。後半スタートです。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、立ち上がりどう出てくるのか非常に楽しみでしたね。そうですね。抜きに行くか、大きく縦へのアーチ、鎌田、前田、うまいですね。左サイド上がっていきます。低い弾道、ダイレクト、決まった選手、ようやく均衡を破ります日本。いやー、刹那の隙も見逃さない。ディフェンダー間のコースをついた正確な日向のシュートコントロール。いやー、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。先制ゴールを決めました。1対0、1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。スルーパスを狙う、ボールがつながる、左上がっていきます。鎌田、ここで前を抜けるか、大きく前線に入れます。森田、伊藤へ、伊藤、ここはファウルです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。長いボール縦に入れます。日本はここクリアで難を逃れます。中村、裏へのスルーパス、浅野、チェックを受けますが動じません。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。浅野、前田、来た、これは、そしてここで最後の笛、1-0、日本スクンのゴール、勝ち点差をものにしました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としては特に後半非常にプレーに集中してましたよね。その結果ゴール、そして勝利につながったわけですから、
試合への入り方って本当大事ですね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本、見事勝ち点3をものにしています。